さあ、行くぞ。まずはゼロ班です。通算1369勝61分、鈴木明夫。その隣、通算1475勝116分、篠崎実。10戦、通算694勝12分、青山文俊。通算1477勝107分、鈴木辰巳。20戦、通算1195勝42分、阿南和正。そして通算1153勝85分、岡部聡。そして通算1551勝106分、岩田幸雄。そこにどうさばいていくか。今日はスーパーハンデです。ナンバーワン、青山周平。断然の支持を集めた青山周平です。青山周平の前に見える7人の背中には、オートレースの歴史が刻まれております。前に人気はナンバーワン、青山周平の相手探し。前にいる7人合計で8914勝529分、 SG も11分を飾っている7人の壁、どう挑むのか。青山周平3秒を切りました。12レース、青山周平 VS レジェンド、スタートしました。4番鈴木辰巳、好スタート。ゼロ班では篠崎稔が行ったが、4番の鈴木辰巳、好スタートで2番手をダッシュ。1番の鈴木明夫を迫って3番手交代です。中段は3番の青山文俊のインコースから、5番の阿南和正が今日も火花をきれいに見せながら中段に上がっていく。その後に7番の岩田幸雄、8番青山周平7番手、6番の岡部が最後方になりました。さあ阿南和正が見せ場を作る。阿南が3番手上がりました。先頭2番の篠崎稔、ゴッドブレスを後ろに吹きかけながら篠崎稔が先頭、飛び込んでくる阿南和正、2番手上昇だ。青山周平現在6番手の位置、青山の周平の前にはちょっと壁がある。7番の岩田幸雄、そして3番の青山文俊が懸命に壁を作っている。これは青山周平ピンチなのか。現在7番手前の方では阿南が入っていく、阿南が入っていく、阿南が篠崎を突破。残り3周、青山周平現在まだ6番手だ。さあここから前の5者オートの歴史を裁けるのかどうか。1番鈴木辰巳を捉える。青山周平現在ようやく5番手だ。先頭阿南、2番手が篠崎、3番手差が開いて7番の岩田、4番鈴木辰巳、青山周平まだ5番手からようやく4番手になったところ。さあ残り1周半、これは青山周平ナンバーワン苦しいぞ。レジェンドたちが頑張っている。先頭は阿南、2番手が篠崎、3番手7番の岩田、青山周平はようやく3番手ブルーフラッグ。ここからは厳しいぞ。青山周平はなんとか3番手、しかし先頭は阿南和正、2番手が篠崎による。青山周平ナンバーワンは3番手がいっぱい、レジェンドたちが頑張った、意地を見せた阿南和正降臨。青山周平 VS レジェンドを制したのは山陽12期の阿南和正選手です。昨日3着、本日
1着となりました。この勝利で今年16勝目、通算1196勝目です。穴見和正選手、1着おめでとうございます。払い戻し金です。2連単5番2番18,830 円、15番人気、2連複2と5の組み合わせ9,190 円、8番人気、3連単5番2番8番49,130 円、59番人気、3連複2と5と8の組み合わせ450円、1番人気でした。